はい、こんにちは。愛知県豊橋市靴修理ラジアンの杉浦です。今回は商品レビューをやっていきたいと思います。ブリーガブーツ3レビューとなってます。今回紹介するこのブリーガ、皆さんご存知ですか？知らない方も多いですよね。それもそのはず、先月だったかな、先々月だったか、まだ発表されてばかりの新しいブーツツリー、チューツリーブランドなんですね。ちなみにこちらのブリーが手掛けているのは日本の会社です。コロニルやペタックの輸入代理店をしている SI ザッツ商会さんが発表したブランドなんですね。実際の箱はこんな感じになってます。ザ・ツリー・オブ・ライフって書いてありますね。こんな感じの結構ね、しっかりした箱に入ってます。開けるとこんな感じに、箱はね、もうワンサイズ小さくてもいいんじゃないかなっていう感じなんですけど、ブーツツリーが入ってて、なんか注意書きの紙が入っていて、あとはもう片側はね、この寝る生地っぽいものに包まれて、こんな感じで梱包されてます。気になる価格ですが8900円、まあそれなりにしますね。サイズはメンズ SML の3サイズ展開ですね。にだいたいジャパンサイズで 24.5 から 27.5 で、大きく3サイズに分かれている感じになりますね。こちらの木材の材質なんですけど、イースタンレッドシダーが使われていますね。結構箱を開けた瞬間からこれぐらいの距離あるともう結構シダーのいい香りがします。形もね、結構珍しいですよね、このタイプ。一般的なというか、別のブランドのミレニアムというブランドのブーツツリーもご用意したんですけど、こんな感じのね、先が割れているタイプだったり、ちょっと甲が低めだったりするんですけども、このブリーガはここがワンピース構造ですね。ここの立ち上がりが結構しっかりしてて、甲あたりの厚みもありますね。で、いいなと思ったのが、これがね、結構可動範囲が広くて、ブーツを入れるときに、ここは結構動くと入れやすいんですよね。今までのこういうタイプだと、これしか動かないから、あんまり可動しないので、紐を結構緩めないと、グッて入りにくかったりしたんですけどね。これは結構、そんなに紐を緩めなくても、スッて入りそうな気がします。ブーツ3ってね、正直そんなに売れないんですよね。まあ単価がね、高いっていう、シューキーパーに比べて高いっていうのもあるし、普通のシューキーパーで代用できちゃうっていうのもあって、そんなに一般的なね、もっと短いタイプのシューツリーに比べて動きがある商品じゃないんですけど、こうやって実際仕入れてみてっていうのは理由があるんですよね。ちょっと面白いなと思ったエピソードは、実際このブリーガの営業さんと話していた時に出てきたんですけれども、まず1点目、冒頭でもお話しさせていただいたんですけど、ワークブーツに特化したシューツリーっていうこと。どちらかというとね、今までのこういうタイプって形状的にドレス寄りなブーツもいろいろありますけどね、ワークブーツからドレスライクなブーツ、どちらかというとドレスライクのブーツに合うような形状のものが多かったのに対して、このポッコリとしたフォーム、ワークブーツに合うように開発された商品ということで、まず僕はちょっと興味を持ちましたね。そしてこのポッコリしたフォルム、何か思い出しませんか？そう、この動画でも何回も何回も紹介しているレッドウィング、そう、この動画の中でも何回も何回も紹介しているレッドウィングに合うようにと開発されたようなんですよね。実際これは営業さんから聞いたお話でもありますし、オフィシャルホームページの方にも載ってますけどね、こんな感じで、元レッドウィングジャパンの鈴木さん、この方が実際開発段階から携わっていたようなので、ね、元レッドウィングジャパンの鈴木さんが開発に携わっているって聞いたら、それはもう実際レッドウィングに入れて試してみたくなるじゃないですか。で、実際こちらのベックマン9411
94112入れて試してみました。こんな感じにね入ってます。こちらの9411のサイズは9ですね。9でこれは L サイズ。じゃあ実際に入れてみますね。こんな感じに、こんな感じにね収まります。入れてみた感想としては、確かにここの立ち上がり、ここがね、他の明らかに他のこういったブーツ釣りに比べてしっかりとね、まるで靴を作る時のラストのようにボリューム感があって立ち上がっているので、こうあたりのフィット感はありますね。フィット感あるって言っても、あのビチビチ張ってるような感じではないので、型崩れとかは、まあ、全く心配いらないと思います。軽くサポートしてるような感じですかね。まあブーツツリーはね、こうやって見えてて収納してる時かっこいいからいいですよね。普通のシューツリーだったら見えない、こうやって覗き込まないと見えないけど、レッドウィングベックマン9411にはぴったり合いますね。かかとの周りも、かかともそうですね、ほぼほぼ同じような形状、隙間見えないですよね。かかとあたりの隙間もなく、きっちりとサポートしているような感じがします。こうやって覗き込んでも変な隙間はできてないように見えますね。確かに他のレッドウィングはまだわからないけど、ベックマンユーザーだったらこのブーツツリーぴったり合うんで、大事にしたい人ならば買ってもいいかも。ちなみにブリーがブーツツリーだけじゃなくてね、ローファー専用とか普通の一般的な、ね、革靴用のシューツリーも同時発売したようなんですけれども、特にこのブーツツリータイプが自信作です、とおすすめですということなので、最近だと100均とかでもシューツリーあるし、プラスチック製のものもあるし、機能的にもそれで十分じゃ十分な場合もあるんですけれども、こういったねしっかりとしたものをケア用品にお金をかけるってなかなかできないですからね。まあ、個人的にはそういうケア用品だったり見えないところにねお金をかけれる人ってかっこいいなって思いますね。まあそんな感じで、今回は SIZAX 紹介からリリースされた新しいブーツブランドブリーガのブーツレビューでした。また明日から修理動画アップしますので、また見てくださいね。バイバイ、ラジアスヒーラーでした。